はい、所沢整体院ココア院長の金田寿司です、本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日も1日3分シリーズよろしくお願いします。本日はですね、内股のあなたへって書いてあるんですけども、内股の人って多いと思うんですよ。で、ちょっと内股こういう感じね、こういう感じ、こうするとさ、股関節がなかなかね狭いんですよ。動き方がこう狭まっちゃってるのが、股関節が、そこを改善していきます。道具を使うんですけども、それもちょっと待ってくださいね。で、股関節をパッと開く方法なんですけども、これを使っていきます。私結構これを使います。テニスボールを使っていきます。はい、簡単ですね。これも1日3分やっていただければと思います。はい、ちょっとじゃ向きを変えますよ。で、内股の人ってこうなっちゃってるじゃないですか、こういう感じで。で、開かないんですね。で、こう、例えば最初これやる前にこの状態で股関節がどのぐらい開くかな、あぐらかけれない人も多いんですよ。内股の人って硬すぎて こんぐらいになっちゃう人もいるし。で、例えば右やるときは、やる前にどのぐらい開くかな、このぐらいかもしれないし、このぐらいかもしれない。これをしっかり覚えておいてほしいと思います。で、これで何がやるかといったら、こう内股になっちゃってるので、ここね、筋肉、ここの筋肉、内側の筋肉、こう内転筋っていうんですけども、ここが硬くなって、ちっちゃくなって、短くなってません、硬くなって短くなっているので、そこをねして伸ばしていきます。ここそうすることによって、こういうふうに縮まってるんじゃなくて伸びるので開いてくる。で、正常な股関節の開き具合になってきますので、やっとして思います。で、あんまりこう擦っちゃうと摩擦で熱くなっちゃうんで、ここ手のひらでこう押すのがいいかな、押すのがいい、手のひらで押す感じ、手のひらで転がしてください、ボールを。私ここよりも、私ここのが膝に、ここの近くの方がね痛いですね、気持ちいいですね、やってると。で、やってもらって、またこの状態でどこまで曲がるかなっていうふうにチェックしてください。最後にこれは左右またやってもらったらいいと思います。両方内股の人って、両方内股ですんで、片方だけ内股っていうのがあんまり少ないかなと思うので、ぜひね、両方やってほしいと思います。これ1時3分で構いませんので、やってください。はい、よろしくお願いします。これやるとね、何日か後にもう筋肉が緩くなって、自然と内股じゃなくてちょっと開いていく状態になりますので、はい、やってみてください。家族で簡単整体とか、1日3分シリーズを上げていきますので、ここに顔がありますので、ぜひクリックしていただいて登録してください。また動画いいなと思ったら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。